こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は、ここ数日というか、昨日、今日ですよね。急激に円高が進んだんで、売上を、日本円に変えるのですね。アメリカドルを日本円に変えるのを、ちょっと待った方がいいでしょうかという質問がね、何件か来たんで、それに対するお答えです。為替は、よく動きますしね、急に円高になることもあれば、急に円安になることもあります。で、それをね、考えても正直わからないと。わかるぐらいだったら、為替の方が儲けやすいですし、でも為替というのは儲けるというより損をしやすいと、いうことが言えます。じゃあどうするか。あんま気にしてもしょうがないんでですね、ルールを決めて、神経を使わない方にして、使わないようにしてですね、Amazon 輸出で稼ぐ方に、集中した方がいいです。どういうことかというと、今日質問いただいたお一人の方には、資金もある程度あって、で、売上もドルで溜まってるんでですね、じゃあドルと円、50%、50%になるように、毎月、ドル売ってったらどうですかと。円だけで持ってるのは、それはそれでリスクなんでですね、半分半分にしたらどうですかというお話をしたら、それいいですねと。ということで、そういう形で、毎月決まった日付に、円とドルの残高が、だいたい50%、50%になるように売ると。で、逆にね、将来的にはね、アメリカで暮らしたいとか、日本円では非常にたくさんあって給料入ってくるから、日本円に特に両替するのはしばらく後で大丈夫だというんであれば、その比率をね、7割、ドルでもいいでしょうし、あるいは逆に、売ったのを目いっぱいね、仕入れに使ってるということであれば、もう、毎月全部ドルは円に変えて仕入れに使うというのでもいいと思います。何しろ、ルールを決めて、あんまり為替に神経取られない方がいいです。正直ね、考えてもわかりませんし、私も正直わかりません。こっち来るだろうと、ね、やったのが、思わぬ、状況が発生して逆に行ってしまうというのは日常茶飯事。そして、以前も、違う動画で言いましたけど、香港ドルとかね、南アフリカランドとかで、南アフリカランドか、そうそう、金利を稼ごうなんて思っててね、入れといたお金が、ね、200万ぐらいだったかな。一夜にして、溶けてしまった。次の日起きたらすっかりなくなってたということもあります。それぐらい為替はね、怖いもんなんで、転売でね、商品さえ見つければ利益が取れるというのは、いかに簡単かというか安全かというのをね、身に染みてますんで、私は為替はあまり気にせず、リスクヘッジぐらいにしか使わないでですね、あとはもう、差額のある商品を見つける方法を皆さんに教えるというのに、特化してます。そんな形で、円高が進むのか、円安に戻るのか、ね、これを見てその答えが得られると思った方には申し訳ない回答ですけど、気にしてもしょうがないんでですね、ルールを決めて、ルール通りに運営してやった方がいいというのがアドバイスです。そのルールをね、どういうふうに決めるかについては、資金繰りの内容等によりますんで、また、お気軽に個別でご質問いただければと思います。今日いただいた方はね、半々がいいんじゃないでしょうかということでアドバイスさせていただいて、そのぐらいね、納得できる範囲だったみたくて、それいいですねということで、採用していただいて、半々でいくということになりました。資金繰り、円の仕入れの資金繰りに余裕があれば、ドルを増やすと。ね、あるいは、円の資金繰りに余裕がなければ、円を増やす。全部円にするというのもありですね。あるいはね、もっと資産があるというかね、貯金をしてるとかいう方は、さらに踏み込んで、金も入れちゃうというようなのもありかなと思います。ちなみにね、あんまり私には合わない資格かもしれませんけど、ファイナンシャルプランナーの資格も持ってますんで、その辺の、サポートも、可能です。もちろん、ね、サポート費用の中に費用は含まれてますんで、じゃあ、ファイナンシャルプランニングの方は別料金ですというのはないでですね、お気軽にご質問ください。円高が進むのか、円安に戻るのか、考えてもわからないんで、そこには神経を使わないというのが、結論でした。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。